大阪大学や凸版印刷伊藤ハム米ネーホールディングスなどが 3D プリンターを使った食用培養肉の実用化に向け共同研究を始めます培養肉とは牛や鳥などの動物から取り出した細胞を培養して作る人工の肉のことです2年前半代などは培養した細胞を使って 3D プリンターで筋肉の繊維を組み立て牛肉を作ることに成功していて この技術を使えば、これまでは難しかった赤身の間に白い脂肪が網の目のように入った刺しの再現も可能になるということです。そこで気になる質問をしてみると、あの美味しいんでしょうか。あの美味しいと思ってはおりますが、実際私たちはまだ感応評価をできておりません。アンデセの評価がまあ終わり次第ですね、速やかに、えー、食べてみたいと。 この食用培養肉が実用化されれば、人口増加などによる食糧危機の解消につながるとの期待もあり、2025年の大阪・関西万博で試食・展示できるよう検討しているといいます。クリーンな状態で、クローズドな環境で全て自動で作っていけると、まさにできたあとはどんな部位でも生食ができるだろうと、豚でも生食できる可能性もあるんじゃないかなと。 市場での流通に向けた準備も進めていくということでスーパーに並ぶ日もそう遠くないのかもしれません。